タロンの伝説いいよな。皆さん可愛いと大きな声で言っていいですよ。せーの、可愛い。それでは第24章の選手入場に移りたいと思っております。赤コーナー、内田有紀夫選手入場です。違うから分かんないよね、見た目ね、写真と違う。すごい戦略戦、今さん続いて、青コーナー佐藤剛選手の入場です。結構やってそうだね。よし、剛くん、マジ気合いで頼むぜ。それでは試合に移りたいと思います。レディーファイト。シェイクギャラさあ、素晴らしい試合です。
すごいね、コンディションもいろいろ整えて練習もすごい頑張ってきて、これは選手の入場に移りたいと思います。思いも伝わったから第25周これからも応援赤コーナー中山兜選手の入場です。ありがとうございます。めっちゃ感動しました本当。でもまあ、相手選手とも今ありがとうございましたって、すごいリスペクトできる選手だったんで、おお、まあ、ですね、リスペクトできる選手で、いや、やっぱこれだからやめられないですね。そっか、これだからすごいね。いや、ほんとすごいと思った。一発いいのもらっちゃって、あ、それが来ましたね。いや、あっという間の2分間それがなければね、全然もう1回、ね、延長、全然延長レベルにして悔しいですね。いやもうコートつけ方や、本当にこっちがダメもおかしい。もっと見て楽しめるような、そういう試合やっていきます、ありがとうございます。いや本当ありがとうございます、感動ありがとうございます。ちょっとまた1人も続きます。ありがとうございます。やっぱり本当ね、めちゃくちゃ元気だし、すごい気持ち伝わるし、まあ自分、まあ僕レベルじゃね、なかなかこれはできないなっていう、まあ、尊敬に値する試合だったしね、本当に強しくの、まあ、この頑張りを見習って僕もまたちょっと試合とかはやんないけどね、まあ、トレーニングしたりとか、まあ、日常の業務に対してももっと真剣に取り組んで命かけて頑張りたいなと本気で思ったので、本当強しくのお疲れ様でした。あとはね、打ち上げちょっとね、みんなで行きたいと思いますので、はい、そちらの映像も楽しんでください。今日さっき僕の電話が出てたんで、はいはいはい、そうなんです。出る方じゃないです。出る方じゃないです僕は。やっぱ社長はすごいですねこうやって。いや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 、金で物を言わせて。あ、いいですか、一緒に。あ、どうぞ。僕は一般人です。いやいや、広い行かないと。はいはいはい、超有名。もう人件費変わりまくってますね。いやいやいや、スタッフ、休日出勤のお金もらってますか。大丈夫ですか。社員ですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫。今うるさいですからね。そうですね、労働環境。はい、いや、もう終わったんですか。はい、終わりました。あ、じゃあ勝った残念ながら負けちゃったんですけど、でもすごい頑張りを見れたんで、まあ、日常の業務も頑張ろうと。はい、引き続きお願いします。あ、ぜひお願いします。はい、飲み会とかも来てください。あ、ぜひ行きたいです。金持ちの方、はい、いや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 、僕全然そんなのじゃない。金持ってないです。そんなないです。じゃあいいです。いやいや、ベンツ乗せてくれたじゃないですか。あ、いや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 、いや、そんなそんな古いやつですから。じゃあまたお願いします。本当、遊びに行きます。はい、京都もやるんですよ。あ、そうなんですか。この後お茶飲みで。あ、お茶飲みしなんですか。今日はダメですか。今日はみんなと、あ、はい、ここの現場で、はい、じゃあまだ格闘技は諦めてないと、はい、はい、ちょっと出る方はちょっときついんですけど、いやいや、頑張りましょう。ではちょっとトレーニングを頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり日常の人とのスパーリングをたくさんやれないときついと思うよ。うん、本当に基礎トレーニングとシャドウだけよくあそこまで頑張ったなっていう。ちょっと僕もリクト君見習って、やっぱりちょっとね、ジムに時間作っていきたいね。なかなか半年近くほぼトレーニングできてないから、ちょっと気合入れて頑張るか、もう一回。目標をね、見失ってた部分があるので、ちょっとね、ちょっとした目標ができました。頑張ります。ありがとうございます。だから僕も声出したんだけど、やっぱりちょっとかき消されちゃってね。しかもマスクしてたしね。あ、そう、だからメンタル大丈夫かなと思いながら、ね、めちゃめちゃでも、あ、もう声聞こえてる。あ、本当？ソウルを聞こえたんだね。聞こえたんだね。最初の段階にみんながどこにいるっていうのをまた把握して、入場の時に
で結局優勝した時にみんなどこ行くかやっぱ分かんないんですよ。でここにいるっていうのだけ把握して決めてこい。確かにな。でもどこ？いやでも時間は結構ね巻いて終わってるのでリクトが今早かったね。早かったですね。今ぐらいから始まるかなぐらい思ってたからね。俺ナッパさん試合来てくんないのかなって思ってました。連絡が来ないからなんかホテルに戻るは聞いてたんですけど、そっからなかなか連絡つかなくて。じゃあリクト君の裏喧嘩ね、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ナッパさんも勝利おめでとうございます。ナッパさんおめでとうございます。ナッパさんおめでとうございます。おめでとう。綺麗なお姉様にやっていただいてありがとうございます。いやいやおめでとうございます。おめでとうです。よかった。でもナッポルギア軍団の大将を務めて、個人には負けたからチームは優勝しました。あ、そうなんですね。あ、でももう会場に行ったらもうナッパさんナッパさんみたいな感じでしたね。やっぱり名前売れてるんだなって。終わった後に、俺最高だ。まあ試合、まあその相手がね試合成立しないんでリスペクトという意味で、今日ありがとうねって、ありがとうございましたと。それみたい。始まる前に仲良くなっちゃう。そして殴るんですよ本気で。最高だ。いやでも仲良くなったからこそ本気で行くみたいなのが、そういうのがあるね。怖っ。佐久間さんでしょ今の発言。今取った、今の発言取った。サイコパスリフト仲良くなったからこそそれをリスペクトして本気で殴るみたいな。そんなことできるんだ。できちゃうんですね。できちゃうんですね。すごいっすね。いやでもなんか街であれ結構因縁つけられて喧嘩とはまだなんかちょっと違う。まあね、そっちはもうリスペクトした相手と本気で戦う。ここは分かるんですよ。そのちょっと前の話ですね。最高ですね。はい。いや、どうなの？そういうのが俺っておかしいですかね。いや、いいと思うよ。それがリクトだ。別にそれをやめろっていうわけ。まあ、まあ、いい印象も。でもそしたら相手も結構よくこうあれしてくれたんで、相手もサイコパスですからね。そうですよね、佐藤さんですよねみたいな、なんなら向こうから今日言われましたね、通りすがりに、佐藤さんですよね、今日お願いします。で、入場も、まあ、もうこのぐらいの距離なんで、入場も、このぐらいの距離なんで、で選手入場で呼ばれるときも一緒にしましょう。たまたま相手もいいやつなんですよ。いいやつなんですね。後ろの応援団も割といい人だった。いいやつとやるんですよ。なるほど。結構、格闘技教に持った子が会社に行って若いので、でその子を仕事終わりに家に呼ぶんですよ。やりたいみたいなのがあるんで、なんで呼んでます。先輩ですもん。あ、そうですね、うん、まあ結構強いと思うよね。先輩だから、大体のくいけど、リスペクトしてるから、バカ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 。いや、でも、バカバカ。でも、下手なのは当たり前だなと思って、最初だから、毎日やったら上手くなるだろうと思って、毎日来させて、毎日やって、うちの奥さんにも毎日やらせてたら、やっぱバンバンバンみたいな。ああ、上手くなるんだ。トレーナーがいないから、しょうがないから、しょうがないって言い方をしてですよね。手伝ってもらってみたいな。でもありがたいです。ありがたいです。本当に自分に。今日本当にありがとうございました。お疲れ様でした。感動ありがとうございます。余計なものついてきちゃいました。こちらこそすみません。若干お邪魔しちゃって。また次も。ぜひ。頑張りましょう。帰り本当に気をつけて。はい。本当そうだね。ちょっと帰りましたら、無事着きましたっていうふうに。ああ、お願いします。じゃあ、10分に1回電話しても。なんで彼女か。彼女か。こちらこそ。いや、本当に。悔しい。いや、悔しいけどね、強かったよ。次。しびれたよ、私は。本当ですか。かっこよかった。次。よかった。必ず勝てるようにやります。いや本当にありがとうございました。もう感謝の気持ち。よし、福島に帰ります。運転で俺は勝ったけどな。いや、もうそれを持ち直るのも見てますけど、運転不足解消できました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。社長もありがとうございました。また、はい、また、はい、
またコーヒー飲ませてください。ああ、来てください。一緒にやりましょう。はい、失礼します。はい、またお会いしましょう。またお会いしましょう。おやすみなさい。招待します。はい。ありがとうございました。はい、イエーイ。同じ一の席ね、一の席びっくり。びっくりしました。そんなピンポイントだったあるんですかね。ねえ、まさかと思ったけど2歳までいた。一ノ関のどの辺ですか。いや、そこまで思ったんですけど、ただ、記憶ないはずなのに、うん、夢で見て、はいはいはい、なんか2階建てのところに自分が赤ちゃんの状態でいて、うんうん、パトカーの車で遊んでた、窓から電車が見えたっていうのを親に言ったんですよ、はいはい、そこに住んでた。すごい。それ夢で見たのが本当の記憶だったと。2歳までで。そうそう、2歳までで。2歳未満。すごい偶然だよね。だから中学とかあれじゃないですか。だから逆に見えるけど、後輩先輩とかもね、もし一緒にいたら。そう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 、ね、すごい。いっぱい今日ありがとうございました。見えないけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日帰り気をつけて。はい、はい、お疲れ様です。